はい、どうもこんにちは、ボーテッペイです。さあ今回なんですけども、レイドジャパンついに出ました。 G ダッシュ買うことできましたでしょうか。僕はですね、なんとかゲットすることができましたのでね、今回インプレしております。そしてね、対してクラベルビッグベイト、ギルロイドジュニアでございます。スペックをね、比較していきたいと思います。まずね、ルアーの重さですね。 G ダッシュ 38.5g、 ただね、これが1オンス 1-8分の3オンスっていう表記なんですね。グラム表記じゃないんですよ。なので1オンス足す8分の3オンスなのかなということで 38.5g かなといった感じでございます。ちょっとね、違ってたらごめんなさい。ただまあ、サイズがね、130ミリなんですけども、まあ130ミリのイル型ビッグベイトかなっていった感じの重さでした。でですね、ギルロイドジュニアは 45g ということで少し重たいです。そしてですね、長さ、ギルロイドジュニアはですね、ブーツテールとフラットテールがございまして、ブーツテールの長さが 13.5cm、 ブーツテール含めた長さです。そしてフラットテール含めた長さは 12.0cm ということで、なのでね、ギルロイドジュニアはですね、テールを変えることによってかなりね、多彩なアクションをね、お楽しみいただくことができます。はい、でですね、大前提なんですけども、基本ね、ルアーにね、変わりは存在しません。これがね、不思議で、やっぱりね、メーカーさんもね、そこは努力してるんですよね、被らないように。なのでごく稀に被るルアーはありますけども、まあ僕が使ってるルアーはまあ被さないようにね、チョイスしてますので、今回の苗比べ、この他にもいろいろやりますけども、まあ変わりはね、効きませんので、参考にしていただけたらと思います。これから見ていただくんですけども、 G ダッシュの苦手なところをギルロイドジュニアが補えたり、ギルロイドジュニアが苦手なところをね、 G ダッシュが補えたりとか、やっぱり2個必要なんですよ。2つ持ってれば2倍ということでね、やっぱり備えあれば憂いなしということで、参考にしていただけたらと思います。そういったね、視点でご覧ください。よろしくお願いいたします。そしてね、見どころなんですけども、やっぱりね、 G ダッシュと比べる感じにはなるんですけども、放置とね、スローリトリーブと早巻き、そしてストップですね。でさらに、まあ投げ比べるギルロイドジュニアの特徴的なブーツテール、この動きはね、やはり変わりがないので、ぜひともね、この先の現場でのね、動画を見ていただけたらと思います。ではね、現場に行きたいと思います。レディゴー。ではね、現場にやってきました。さあ、フラフラ具合をね、撮りたいと思いますよね。一斉のセット、結構ね、取りづらくてね、わかるだろうか、このフラフラ具合。まあ、一番がですね、そのデッドスローリトリーブだと思うんですよ。デッドスローリトリーブでこう巻いてくるか、もしくは早巻き、グリ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 ですね。このグリグリからの平打ち具合かな。結構こう跳ねるようにこう横に逃げるのがいいですね。わかりますでしょうか。このまあ止めた瞬間ね、こうどちらか左右に飛ぶんですよね。あ、このフラッとするなんか平打ちもいいですね。なんかね、なんかちょっと血取るというか、確かにこう止めた瞬間キラッとする、グリグリグリキラッとする感じ。いいっすね。はあ、まあだからほぼほぼ使い方的にはね、こんな感じで、レイドジャパンさんのね、ホームページでは流れの中でしたよね。だから流れの中にぶち込んだ方が多分もっとよりゆらゆらするんじゃないかなと思います。
この風のせいか分かんないですけど、思った以上にそこまでゆらゆら感がないかもしれない。ただやっぱりこの早巻き、やっぱりその G ダッシュっていうだけあって、早巻きからのストップのこのキラっていう平打ちっていうんですかね、がいいねと思います。あとはデジ巻きか。あ、デジ巻きはちょっとやっぱり苦手ですね。なのでほんと早巻き重視。でもっとこう、例えばジョイクロみたいにこう左右のねジャークが均等だったら、ストラクチャーに近づけてあえて仕掛けられるかなと思うんだけど、ほんとこの感じだとジョイクロみたいに横横アクションができないじゃないですか。そうするとこうカバーにこう入れ込めないですよね。なので本当、例えばこういう護岸沿いでもう早巻きして、早巻きストップ、早巻きストップかな、もしくはデッドスローリトリーブでゆら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 入れてから早巻きストップ。これからねギルパターン、もう始まってんのかな、ギルパターン、ギルネストパターンって言いますけど、特にこうバスがこうギルをね変色する感じがあるとなると、早巻きもいいですけど、サスペンド状態にしてこうスローリトリーブもいいし、あとこの8トラップ、結構ねこの多連結系って8トラップ強いんで、こう早巻きでこう寄せてから、でたまにこうバスがスッてこう出てきたりするんですよ、このルアーに対して。例えばこうスローリトリーブで、まあ、目には見えないけど多分バスがついてきてる、でこのキラッとした瞬間にファッてバスが出てくるんで、ここ止まっちゃうんですよね。止まった時にこうやると、あの多連結系は結構狂ってきますよね、バスが。なのでそういう使い方もできるかな。意外とあの本当 G ダッシュっていうだけあって、ダッシュに特化してる感じ、あとは多連結だから、まあ放置とかデッドスローリトリーブで生めかしく動くことによってバスを寄せてくれる、でさらにバスをすごく寄せてくれるから、早巻きした時のストップの平打ちとかで一瞬で食わすことができるのかなと。ちょっとねまともに釣り行けてないんで、ちょっとこういったインプレしかできなくて申し訳ないですけど、あとねテールのねエラストマー素材ですね。はい、さあこんな感じかな。次はですねギルロイドジュニアやってみましょう。はい、ギルロイドジュニアです。さあとりあえず放置かな。はい、あー結構僕的には、あーこれ好きだなどうですか皆さん的には、この放置結構僕的にはね、このブーツテール、このブーツテールが僕好きで、かなり霞でもお世話になりましたけど、結構ねこのブーツテールがね結構いい動きするんですよね。わかるかな、結構こうわかりますかね、結構こうブーツテールがシャットテールのね役割をね果たすんですよね。で今ねちょっとチューニング的にもう何もウエイト張ってないんで、このシャットテールを生かしきれてないですけど、結構ねこのシャットテールいいんですよ。なのでまあこのシャットテールでゆら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 こう巻いてきて、でまあ同じっすよね、手前で早巻きで、何気にちょっとね今思ったんだけど、デッドスローからの結構強めに巻いた方がいいねこれね。今ね分かりましたでしょうか、すげえワイドに動いたね。結構このブーツテールだけを動かせるシャットテールみたいな動きもあるんですけど、さらにもっと加速させるともっとすごい動きする、結構えぐい動きだねこれ。
なので、ね、僕的にはねこのブーツテール、このブーツテールを生かした静と動の動きっていうのは結構ギルロイドジュニアというかギルロイドベビーでね結構多用してて、結構ナチュラルなんでね、このブーツテールっていうシャットテールがね。はあ。でね、あの問題デジ巻き、やっぱりねこのブーツテールだとちょっとデジ巻き向きじゃない、なのでちょっとブルシューターみたいな S 字系のギル型ビッグベイトに特化させるならやっぱりブーツテールじゃなくてフィッシュテールですね。そうか、だけどこのドッグウォークが使えないとなるとやっぱりもうあれっすね、こういうデッドスローリトリーブ、あの G ダッシュと一緒なんですけど、ただあの G ダッシュの方がスピード出せるんでいいかな。なのでまあこのぐらいのスローリトリーブでちょっとブーツテールだけ揺らして、あともう絶妙な動かし方ですけど、もうブーツテールだけビリビリってやるだけで、あとはもう放置とかこれも使えそうっすよね。すげえナチュラルだからね。でまあこれもねやっぱりこう結構あの8トラップってなかなかやる方いないと思いますけど、ビッグベイトね結構やってると、特にこういう垂直交換とかもそうですけど、あとこういうこういったところね、こういうところの寸前でバスがスッて出てきたりするんですよ。だけどねそこで寸止めしちゃって食わないってなった時ね、できてあバス出てきた、ここで出てきたってなったら、こうちょっとこうこうやるともう大きまんまんできてるんで、結構ねバスってあの反応するんですよね。へえ、そうですね、もうまとめるともうギルロイドもやっぱり合い字引きですね。あとはそのまあギルロイドも顎にねつけれるんでウエイトを、なのでボトムで置くこともできるし、あいいね。で冒頭でもね言わせていただいたんですけど、結構ねあのビッグベイトって代わりが効かないんですよ。 G ダッシュの動きがいい時もあるし、ギルロイドジュニアの動きもいい時があるし、で例えばねこのギルロイドジュニアのこのブーツテールの動きとか早巻きでも十分釣れたりするだろうし、だけどもっと速さが欲しいなっていう状況がやっぱり釣りしてるとありますんで、あとはねもっとこうナチュラルに多連結で流れの中を漂わせたいってなると、やっぱりね G ダッシュの方が有利になるし、ただそういう流れの中以外はちょっとこういうブーツテールとかシャトテールを生かした動きの方がいいなとか、でやっぱりこういうもっとスライドとかねジャーキングをしたいなってなったら、逆にあの別の動きが必要になってくるんで、まあそれをねちょっと次でやりたいと思いますけども、はい、こんな感じでしょうかね。はい、ありがとうございました。 G ダッシュとねギルロイドジュニア苗比べてみましたけど、いかがだったでしょうか。やっぱりねいざ使ってみると結構ね動きって違うんですよ。でやっぱり特徴があってフィールドだったりとか状況によってかなりこうルアーって分かれるんで、特にギル型ビッグベイトはねやっぱり G ダッシュの速い動きも必要かなと思って購入してるんで、やっぱりねこういったギルロイドジュニアとかチビタレルとかブルシューターとかありますけど、そういうのをね駆使してやるともっともっとねギル型ビッグベイト楽しいので、参考になればと思います。ではですね最後までご視聴誠にありがとうございました。またですね次回の動画でお会いしましょう。バーイ。